神崎神社は、千葉県、香取郡神崎町にある神社。旧社各は、剣社。アトリセン命、大名討の命、少なびこなの命を主催神とする。この神社の創建年代については不詳であるが、社殿によると、白鵬2年に日立と下草の境界にある、大浦沼の二つ塚からこの地に養護をして潜座した、ものという。明治期までは、 小松神社と称していたが、元領三年に十五一下の深海を授けられている。当社は、香取神宮の抹社ではないが、式年造営の時は、浅目殿を作る常役であった。また、利根川寿司には、当社は、大根銀への丘陵であったと記されており、祭人の後鳥繊維の地は、香取神宮の共通出身と鹿島神宮の、 武みか知人が大名虫の命と国譲りの交渉をした際、今年の主人のもとへ使わされた神とされていることからも、当社とカトリ神宮の関係が伺える。なお、アトリ船は、神が乗る船でもあり、アトリ船命は、鳥の石、楠の木船神とも言われるが、当社には、楠の木の大木があり、なんじゃもんじゃの木と呼ばれている。おやきを5本の彦コバが取り巻いているもので、 主観の根元は周囲13.1メートル、樹高は19メートルあり、神崎のオークスとして国の天然記念物に指定されている。車窓林は神崎の森として千葉県の天然記念物に指定されている。南蛇門蛇の祈祷者は古くから歴代支配者による厚い庇護を受け、戦国時代には700丁の車両があったと言われ、江戸時代には 主印料2十国を有しており、当社に伝わり、鎌倉時代初期から室町時代に及ぶ古文書、絵図などからなる神崎神社文書は中世の資料として極めて重要なものとされ、千葉県の有形文化財に指定されている。さらに、当社の別当時であった神宮寺が所蔵する神宮寺文書は、大半にゃは三みた六百巻のうち六十巻を書くものの、 南北朝期の社経として価値が高く、奥垣から当時の寺院や僧侶の様子、また信仰圏などが知られ、同じく千葉県の有形文化財に指定されている。ありがとうございます。